FV601 サラディンは、イギリスのアルビス社で開発され、世界各国で使用された、総輪装甲車である。偵察を主目的としている。名称のサラディンとは、十字軍と戦った英雄、サラーフッティーンのことである。第二次世界大戦終結後、イギリス軍は雑多な装甲車の装備体系を整理するため一台のシャーシから、 複数の目的に特化した装甲車をそれぞれ開発することとした。そこで開発が始まったのが偵察型の FV601 サラディンである。サラディンの基礎開発はイギリス陸軍部内で行われ、この研究を基礎としてアルビス社が開発を受け負った。サラディンは6輪の装甲車で前輪が駆動し、前方の2輪と中央の2輪により操打を行う。 全周戦開始期の砲塔には76.2メートル ML5A1 砲を搭載していた。この武装は当時の装甲車としては強力で T-54、55や T-62 のような軽度の防御力しか持たない戦車なら粘着榴弾で有効打を与えられたためジャイアントキラーと呼ばれた。また、エンジンには ロールスロイス社製の B80 マーク 6AV 型8気筒液冷ガソリンエンジンを搭載し、路上最大速度時速 72km、路上航続距離 400km の機動力を発揮した。生産は1956年から1972年まで行われた数の車両が輸出され、一部の国では現在も使用されている。サラディンは、 非常に堅道な上に使い勝手も大変良いと、兵士たちからの評判が良く、傑作と呼んでも差し支えのない走行車であった。横から、2012年の民間イベントに登場した退役車両。ありがとうございます。